旬をお届け、とれたてあやべ。健康で健やかな一生を送ることは誰もの願い。令和元年、あやべ市内で2つの健康イベントが開催されました。あやべ市では毎年市民の皆さんに健康づくりについて理解を深めてもらうあやべ食育健やかフェスティバルを開催しています。健康づくりコーナーではさまざまな健康に関する情報を提供しました。薬剤師によるお薬相談コーナーや健康チェックコーナー、歯の広場では歯の相談や正しい歯磨きの仕方を教えてくれます。食育コーナーでは手作りおやつに挑戦です。よーい、どん。今年は赤ちゃんハイハイレースが開催。とっても元気で可愛い赤ちゃんたちが参加してくれました。パパママの元にハイハイで来てくれる様子はとっても可愛くて嬉しいですよね。赤ちゃんがハイハイする期間はほんの少しだけ。親子のコミュニケーションに会場内は笑顔に包まれました。頑張りました。ちょっと進まなかったですけど頑張ったのでよかったです。ちょっと前まではなかなかハイハイもできなかったんですけど、こんなやって、日々成長して、こうやってハイハイレースができて嬉しいなと思います。2本のポールを使う人気のノルディックウォークのコーナー。あやべ市立病院では世界糖尿病デーにちなんで市民公開講座知っとく糖尿病を開催。栄養相談や実際に血糖値測定が行われました。いろいろ測れてよかったです。ちょっとこれからの健康のあっちの方の参考にしたいなと思っています。専門医と理学療法士による講演をはじめ、管理栄養士と看護師が加わって中身の濃いディスカッションも行われました。糖尿病は自己管理が必要な疾患、糖尿病予防の動機づけが重要です。